バルドルフは、ドイツビュルテンベルク州北部のラインネッカー郡、北中部に位置する小都市。マンハイムとは近隣にある小都市でもあり、すぐ南にビースロッホがある。アウトバーンの同盟のジャンクションと SAP の本社があることで広く知られている。隣接するビースロッホと共に総人口6万人ほどの地域を管轄する中級中心都市を形成している。 バルドルフはヨーロッパで最も裕福な都市の一つであり、ドイツで最も経済的魅力のある街として、これまでにもたびたび表彰されている。この街は、バルドルフ学校や、この街からの移住者、ジョン・ジェイコブ・アスターが創設した、ニューヨークのウォルドルフ・アストリア・ホテル及び、そこで発明された、ウォルドーフ・サラダの間接的ながら、名前の元ととなった。北に、 フランクフルトアムマイン、ダルムシュタット、ロルシュなどがあり、住民構成は、マインツ、マンハイム同様に、中部ドイツ語のウチプファルツ語に属するクーアップファルツ語を言語とする住民が多い。バルドルフは、770年10月20日のロルシュ、修道院の寄贈証明書に、初めて記録されている。出土品からもっと古い時代から広場を中心とした。 入植地があったことが知られており、ここから後に森に囲まれた村が作られた。1230年に、ライン級中博は、バルドルフを、帝国霊園として獲得した。ドイツ農民戦争や30年戦争でバルドルフは、戦闘や、略奪の場となった。プファルツ継承戦争では1689年に、完全に破壊され、数年後に、再び入植が始まった。 他のプファルツ選定高領の町と同じく、新しい入植者はスイスからの宗教亡命者が多く、その中にはアスター家も含まれていた。19世紀の初めにバルドルフはバーデン領となった。1843年に始まったマンハイムからカールスルーへのラインターール鉄道の建設によりこの町は19世紀に最初の経済的躍進を遂げた。 1901年にバーデン大公フリードリヒ一世はバルドルフに都市圏を与えた。第二次世界大戦後にはハイデルベルクの印刷機メーカーが進出し、70年代には ERP ソフトウェア大手の SAP が本社を置いた。これによりバルドルフはこの地域で最も魅力的で最も裕福な街となった。バルドルフは 2006FIFA ワールドカップの際に コスタリカのキャンプ地となった。視聴者バルドルフの市議会は22人の議員からなる。図柄、赤字に緑の土地。そこにどんぐりをつけた銀の多くの木。この紋章は16世紀半ばに初めて登場した印象に基づいている。多くの木はおそらく村の名前ワルド豆ドフにちなんで選択されたと思われる。1900年以降に バルドルフが用いた紋章には、出根草が描かれていた。長年にわたる修正に向けての努力の結果、1967年に、再び多くの木の紋章が認可された。バルドルフの旗は、白から赤である。プロテスタント教会カトリック教会 SAP19 世紀の終わりまで、バルドルフは、農業の町であった。ホップ、タバコ、アスパラガスが栽培された。 その後、農作物取引の商業都市へとゆっくりと移行していった。アスパラガスは現在も栽培されており、多くのアスパラガス農家は直販路を持っている。現在、バルドルフには、その人口14,500人以上に匹敵する職場がある。このためこの町は、周辺全域から多くの人を引き寄せている。最も重要な産業分野は、 情報技術印刷機械家具調度品、環境技術、塗料、潤滑剤技術、建設業、サービス業、音楽産業などである。バルドルフの最大の雇用主は、国際的に活動するソフトウェア企業の SAP である。この会社は、この町に本社を置いている。この他の大手雇用主としては、ビースロッホに工場を持ち、バルドルフ、 ビースロッホ工業地域に5600人の従業員を抱えるハイドルバーガードルックマシーンの園である。アウトバーン A5 号線のすぐ横にイケアの店舗がある。また、リルテックはバルドルフに本社を置く。バルドルフの産業は主にソフトウェア、ハードウェア、機械製造の分野にある。道路交通バルドルフはアウトバーン A5 号線に面し、A6 号線にも遠くない。 また、この道路により、欧州自動車道時 E35 号線及び e 6五号線と直接結ばれている。連邦道 B39 号線及び B291 号線が市内を通過している。ハイデルベルクへは 15km、マンハイムへは 30km の距離である。公共交通機関バルドルフ、B スロッホ駅 B スロッホ、バルドルフ駅は、 バルドルフ工業地域の東端にあるバーデニーコールクアプファルツ鉄道の駅であるこの駅には IC やローカル列車が停車するローカル列車を使うとビースロッホバルドルフ駅からシュトゥットガルトまでは1時間20分であるが2時間ごとにしか運行していないビースロッホバルドルフ駅に停車するインターシティは稀であるこの駅にはこの他に ラインネッカー S バーンの列車が乗り入れている。S3 系統及び S4 系統の列車が、ハイデルベルク、マンハイム方面及びブルフザール、カールスルーエ本面の列車が30分ごとに、発着している。市内の交通については、隣接するビスローホと、共同で13系統のバスを運行する、シバス網が設けられている。1九百二年から1九百七年までは、 鉄道抹車が走っていた。後に電化され、1954年8月1日まで、ステティシャストラサンバーンバルドワフとして営業していた。市内地域間や周辺町村への近郊交通は、ラインネッカー交通連盟が担当している。バートシェーンボルーンから、南は、カールスルーへ交通連盟の担当である。ギムナジウムバルドルフのほか基礎家庭学校、 本家庭学校がある。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。